皆さんこんばんは。今日は記念すべき20回目となりましたラインライブ特別番組ラインライブウェザーニュース、今日は松雪彩香が担当いたします。はい、そしてお天気の解説をしてくれるのは、宇野澤さんです。はい、よろしくお願いします。はい、いやー20回目だそうですね。いやー20回長かったですか？長かったよね。てかさ、はい、結局あの解禁賞になってましてですね。え、もう20回連続で出てます？連続ですね。毎回出ましたね。さすが宇野澤さん。いいんだろうか。もうこの先休めないですね。そんなこと言っちゃったら。全く。はい。というわけでですね、今すでにコメントもたくさんいただいていますが、ぜひこの番組は LINE ライブのアプリをダウンロードしてみていただければと思います。でそこからはコメントやハートなどで参加することもできます。もうたくさん届いてますね。宇野澤監督こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。いや休んだっていいんですよともいただいてます。作っていく番組ですので、たくさんコメントやハートを送っていただけると嬉しいです。はい、さあ今日もですね、各スタイルで番組を進めていきます。まあ、各スタイルとはどんなものかといいますと、ここに宇野澤さんの手元にパソコンのようなものがありまして、宇野澤さんが何かを書くと、まあ、後ろの背景にも表示されるという仕組みになっています。見てみます？見てみます。今こんな画面になってますけどね。はい、今お天気カメラで、あ、変わりました。変わりました。ここにちゃんとこういう風に書けるんですよね。またなんか違うの書いてますね。こう書けるんですよ、ちゃんと。これは、まあ、これはあえて突っ込まないで。そうですか。はい、私はそれよりこっちの台風の方が。そうだよね。こいつね。気になりますね。こいつの話は後で。そうですね。しましょうか。後ほどこの話もしていこうかと思います。はい、さあではですね、早速もお天気見ちゃいますか。行きましょうかね。はい、はい、ではここからはラインウェザー見ていきましょう。はい、明日から週間の天気の解説をしていきます。今日はあれですね、日差しが届いたところもあれば、暑かったですね結構。今日は、なんていうかな、久しぶりにムシッと暑い感じは自分はしました。あ、私もムシムシ感はすごく感じましたね。まあ、それもあって結構あの雲が湧き上がったりしたところもあったかなというところなんですけど、はい、今現在どうなっているのかちょっと見ていきましょうか。どうでしょう。はい、それではまずこちらになります。はい、こちらはですね、21時現在過去1時間分の、まあ、皆さんから天気の報告いただいているわけですが、そちらになります。西日本エリアの方は比較的オレンジのマークが多いので、まあ、晴れているところ多いかなというところなんですが、東日本、北日本ちょっと雲多いかな。北海道は晴れてはいるんですけどね。そうですね。で東日本でところどころブルーのマークがあるので、まあ、ポツポツ降ってたりするのかなという感じ。これは何の雨ですか？ちょっとこれ強めなんでね、レーダーが進めてみましょうか。まあ前線があるというのもあるんですけど、今日日中ムシッとしてたということは、まあ、雲の材料ありましたと。で気温も上がったということもあって、まあ、そこで雲が湧き上がったかなという感じがしますね。でじゃあこの時間、じゃあ皆さんどう感じてるかと、相変わらずムシッとしてるのかどうかというところを見てみましょうか。はい、体感、はい、こちらはですね、見ていただくと、ちょっと全国戻しましょうか。なんか結構分かれてますね。オレンジのところは、オレンジかピンクか、ピンクのところがムシッと暑いというところ で、はい、でそれ以外のブルー系が爽やか、肌寒い、寒いというところなんですが、結構ムシッと暑いという関東がね、そうですね、いろいろ入り混じってますね、これね。こんな感じ、どうだろう。でも確かに私さっきまで外にいたんですけど、風があったりして半袖だとちょっと肌寒いくらいかななんて思いましたね。そうですね。なので、まあ、だんだんこの後ね、まあ、むしっと暑いのはなくなるけども、ちょっとジメッとしてるかなという感じにはなってきそうかなと、こんな今日の今の天気になっているわけですが、じゃあこの後どうなるのか。いやそれが私今日番組担当してたんですよ、夕方の。なんか猛暑日になるところもあるとかないとかって聞いたんですけど、どういうことだと、どういうことですか、どういうことなんだというところなんですが、その原因もちょっと探っていこうかなと思います。ではですね、まずはそうだな、天気図から見ましょうかね。そうですね、大体そういうのは原因がこの天気図を見ると大体分かってくるというところもあるので、じゃあ明日の
午前9時こんな天気図なんですが、はい、じゃあなんで猛暑日なんだというところなんですが、ですね、実はですね意外とこいつも原因してたですよね。あ、台風。はい、こいつで、まあ、台風っていうのは熱帯低気圧ですから、はい、まあ、熱帯の生まれですからですね、空気そのものは熱い空気を持ってるわけなんですよ、うんうんうん、それであともう一つここに前線がいます。これ前線がいるでしょ。いますね、うん、そうなるとこの熱い空気というのが、はい、こういうふうに運ばれてくるんですね。はこの前線に向かってね、はい、運ばれてくるというのがあるので全体的に空気が温まりますよというのを言ってと、まあ、場合によっては日本海側のなんかの時は、うんうん、山を越えて吹き下ろす風になるので、はい、まあ、吹き下ろす風フェーン現象とか言うんですけど、まあ、それによって気温がぐーんと上がることもあります、うんうんうん、この辺りのところがね、影響してるかなという感じにはなりそうです。はい、で天気の方はそういう点からするとこの前線の影響もあるのでそっとね雨が降ったりすることもあるかなというところなんですが、はい、まず結構こいつ気になるかなと思うんでね、これはもう今日から心配ですもんね、うん、そうですね。ちょっとこちら見ていきましょうか。ではですね、はい、今現在の状況、今度はひまわり衛星画像で見てみましょう、はい、さっきから気になってたこいつね、これですね、こいつ、はい、こいつ台風17号になるわけなんですが、はい、これでよく見てもらうと、うんうん、目が結構はっきりしてるね。あ、目がはっきりしてくるとどんなことが言えるんですか。うん、はい、これはですね、目がはっきりしてるということは、はい、台風が発達中、うん、非常に強いといった状況にあると言っていいと思います。はいはい、でじゃあこの台風なんですけどこの後どうなるのかというところなんですけど、こちらの、ね、進路の予想を見ていきましょうか。はい、台風チャンネルです。でこちらの方ですけども、26日ですか、今日ね、はい、20時現在の位置なんですが、石垣島の南南東約320キロの海上という形になっていて、大型で強い勢力です。で西北西に進んでいるということなので、はい、まあ、先島はねこの影響を直接受けます。その後この台湾にねまた上陸する感じなんですよ。で今年はね台湾は、はい、おそらく上陸する時も非常に強い状態で上陸するという形なんですね。今年台風1号できたのが遅かったんですけど、遅かったですね、1号はですね猛烈な強さまで発達しまして、はい、台湾直撃しました。はい、で先週も台風14号だ直接これも、ね、台湾の方に大きく影響したりとか、はい、結構台湾が今年はこの台風強いまま直撃を受けるということが多いのでね、はい、で今回もまたこの台風大きく影響しそうですから、また先島のエリアの方、それから台湾の方、うん、十分これ注意と、まあ、これから場合によっては、ね、台湾の方に日本から行かれる方もいると思うんですけども、はい、おそらく交通機関大きく影響出そうですね。そうですね、はい、それからねその後台湾海峡を抜けて中国大陸にまた上陸すると、こういった形となりそうです。はい、で実はこの台風はまあこう目立っているわけなんですが、はい、もう一つね、もう一つね、まだ台風になってないんだけどね。え、これなりそうなんですか。うん、どうなんだろうな、これが。どれだろう。これね、もうちょっと引いてみようか。うんうん。お、寄っちゃいました。拡大しちゃいましたね。あらあらら、さらに寄ってますよ。すいません。どこ行っちゃったんだろう。海しか見えないです。海しか見えないです。すいませんね。失礼しました。はい。もう雲が上げてきましたね。よかったよかった。はい、こいつこいつ。はい。これ。これですか。これ熱帯低気圧。はい。うん。でこれはこの後どうなっていくのかっていうのはちょっとまだ気になるところです。ただ全体的な風の流れとしては、うんうん、今この辺りこういう風の流れなんですよ。はい、なのでこの17号を追いかけるようにこうまずは西の方に進んでいく、うんうん、その後どうなるか、これは結構まだ微妙でまだ分からないところだと思いますが、はい、なのでこの雲の塊この後どうなるか、うんうん、例えばこういう形まで発達してしまうのか、はい、それともこのままポシャってしまうのか、うん、まだまだ見えないところもあるので、はい、まあ、これは最新情報を見てください。そうですね、はい、この、うん、現在ここに17号ですよね、はいはい、17号が発生した海域と同じところですか。うん、そうだね、ほぼ同じ場所なので、うんうんうん、これよく見るとさ、ここにいるでしょ。いますね、ここにいるでしょ。ここにもいるんだよね。あららららららら、うん、ただここまで行っちゃうとここがハワイなんで、はい、
まあ、台風というかハリケーンというか、まあ、この辺りでアメリカ側と日本側で呼び方が変わるんでね、はい、どっちになるか分かりませんけど、まあ、いずれにしてもその、なりかかっているものはいくつかいるよというのがこの後気になるところかと思います、はいはい、この人は、うん、ここにこう夏の高気圧があったんですよね。そうのおかげで今回はあまり本州には影響がなかったんですけど、うんね、はい、この高気圧によっても大きく変わりますし、そうだね、今年は遠くに初めて上陸したりとか、はい、そういうことあったけども、ありました、ね、その時は高気圧がねこの辺だったのよ。ほうほうほう、この辺だったんで全体的にこういう流れを取ったんだね。なるほど。まあ、今は少し西に張り出したので、はい、そのまま今度は今こういう状況になっているんですが、はい、この高気圧の位置次第でどうなるのか、まあ、この辺もねしっかりと追いかけていく必要性があるだろうという感じだと思います。はい、はい、もう台風はどんどんこう続いてるんですけど、いつになったら落ち着きますか。そうだよね、まあ、これ見る限りはまだまだ結構あるんで、でここ10年ぐらいで見ると意外とね10月に強い台風が来たりしたことがあったんですよね、はい、うんうんうん、なので、もう1ヶ月ぐらいはちょっとこの海の様子を見る限りは、はい、新たなことがまたできて実現する可能性があるということで見ておいた方がいいかなという感じだと思います。はい、はい、皆さんも最新の情報をこまめに見るようにしてください。はい、さて、明日は、まあ、台風の影響もあって暑いところもあるということだったんですが、どうやらあの水曜日以降はまた雨のエリアも増えるみたいですね。はい、ということで、また先ほどの天気図の方に戻って、こっちを見ちゃったら早いかもしれないね、これ。そうですね、はい、これ1週間28日水曜日からですね、はい、一番左が水曜日、はい、ここは水木金土日、また来週の月曜日になっているんですが、はい、これ見るとねずっとこの青い線、これがまあ雨が降るところなんですよ。まあ、いわゆる秋雨前線ですね、はい、まあ、ほとんどこう日本付近にかかっている、まあ、30日の金曜日は、はい、少し離れるんだよ。ちょっとですね、ちょっとだけ、ただ基本的にはここ、南北にこう動くだけで、はい、もう秋雨前線帯帯の中に日本付近があるかなといった状況にはなりそうです、はい、ですので、まあ特に水曜以降も比較的雨が多いんじゃないかなというところになるかと思いますが、じゃあ実際どうなのか、今度は天気のアイコンでね、はい、1週間見てみたいと思います。はい、見てみましょう、はい、じゃあ1週間見ると、はい、どん、いやー、どんな感じ、雨ばっかじゃないですか。雨ばっかですね。やっと関東ですとか東海も昨日今日で晴れたと思ったのに、またですか。また後半になると雨が降ってくるよということで、はい、ちょっと秋雨前線が意外としつこいなと、本当ですね。でもしつこくねここにいるっていうことはさ、はい、あのちょうど南の空気と北の空気の境目なんですよ、うんうんうん、これがねぐーっと南に行ってしまえば、はい、空気そのものが完全に秋の空気に変わる、うん、そうなると台風も近寄ってこれなくなる、はい、ところがこれにうろうろしているってことは、はい、まだちょっとした動きによって台風もスルッと入ってくるというところもあるので、はい、まあ、先ほどの繰り返しになりますけど、この後もねちょっとそのあたりで注意かなといった感じになりそうです。そうですね、はい、先日あのソライブ24の番組でも見ていたんですけど、東京のこう日照時間とかがすごく今月は短いなっていう話もあって、ね、洗濯物がってコメントでも届いてますね。あ、洗濯物全然だね。全然ですよ。宇野沢さん家事ちゃんとします？え？なんか宇野沢さんが洗濯してるのとかあんまり想像できないなと思って。それはですね、するなと言われてるのでなんでですか。なんか中途半端っていうか、 なんかちゃんとしたようにやらないのでそういうことはやるなとはい、はい、なので大体自分は、大きなものを捨ててきた、うん、あ、なるほど、ところがメインとなっております。おー、はい、そうなんですね、はい、まあ、しばらくは雨の日も続きますから、ね、部屋干しとか部屋干し、ね、コインランドリーとかがいいかもしれないですね、はい、週間天気見ていきました、はい、ではですね、ここからは明日のお天気をアイコンでも確認していこうと思います、はい、ではここからは黒巻天気ですね、はい、さて明日の天気どうなっていくでしょうか、はい、では見ていきましょう、はい、
それでは西日本から見ていきます。まず明日ですが、こちら沖縄では特に先島諸島で午前中に台風17号の影響があります。午後になるとだんだんと台風は遠ざかりますが、それでも高波や強風にはお気をつけください。その他東日本から西日本から東日本にかけて広く日差しが届きそうです。ただ雨の心配もあります。特に雨アイコンのついているエリアではざっと降る雨にお気をつけください。東北ではすっきりしない空が広がりそうです。各地で雨が降りやすくなりますので、お出かけの際には雨具が必要です。北海道は各地で晴れて穏やかな秋の陽気となります。洗濯物も気持ちよく乾きそうです。そして注意してほしいのが気温ですね。明日は西日本から東日本の晴れるところを中心に気温が真夏日に届くところも多くなります。場所によっては猛暑日となるところもありそうですので、暑さ対策しっかりと行ってください。以上、明日の全国の天気をお伝えしました。暑そうですね。暑いね。さあ、はい、暑いのはそろそろ勘弁してほしいな。もういいですよね。思ってるんですけど、なんか衣替えもしようかななんてちょっと考えてたんですけど、まだ半袖の出番がありそうですね。全然ありますね。全然あると思います。まあ、これ一人にもいるんだけどさ。まあそうですね。はい、基本ね、自分はまだまだ半袖ですよね。そうですよね。ちょっとこう、関東でもこの間涼しくなったかななんて思ったんですけど、風邪ひきそうですね。風邪ひきそうですよ、本当に。感じのアップダウンというかさ、気温のアップダウン。いつまで暑さ続くんですかね。そうですね。まあ前線が下がってくれると、北海道はね、北海道は結構早めに来るみたい。水曜日以降は、はい、ちょっと水曜日までは北海道南から空気入りやすいんだけど、はい、水曜日以降になるとちょっと北の高気圧の方が入ってくるので、北海道はね、そのくらいになると涼しくなりそうですが、はい、関東に関してはもうちょっとかかりそうかなと。そうですね。はい、はい、というわけで明日のお天気もアイコンで確認していきました。はい、ではですね、ここからは、あのコーナーがやってきます。大人気コーナー、大人気コーナーはいです。はい、ですね。第二コーナーです。はい、ちょっと久しぶりに私 LINE ライブを担当するので、ああ、これまでどんな感じだったんですかね。え、順調な感じですか。順調にやってましたね。非常にもう皆さんの食いつきもよくですね、はい、かなりいい感じだったんですが、はい、まあ、ちょっと原点に戻ったというようなお話もあってですね。あ、そうなんですか。まあ、このその辺はね、この後詳しく、はい、あの方に語っていただければなと思うんですけども、はい、ではここで宇野澤さんと選手交代です。はいはい、じゃあ一旦ピッチを去りましてベンチに下がります。はい、はい、なんて言ったかよく聞こえませんでしたね。なんでよ。さあ、ではここからは意識高い系天気です。村田さんをお迎えしてコーナー盛り上げていきましょう。今回はどんなワードが飛び出すんですかね。ここをしばらく私は LINE ライブを担当していなかったので、どんな感じになっていたか分からなかったんですが、宇野澤さんによると順調ということで、はい、今もちょっとカメラにちらっとブラウスが映りましたがここからはですね、村田さんと一緒に番組を進めていきたいと思います。くっついてる。村田さん、よろしくお願いします。すいません、いえいえ、ちょっと遅くなってしまいました。はい、はい、すいません、村田です。よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。いやー、なんかちょっと仕込みがバタバタしてしまいました。そうですね、結構バタバタしてますね。はい、なんでかっていうとですね、はいはい、実は今日はあの冒頭にもお話あったと思うんですけど、はい、20回記念ということで、まずタイトル出しましょうか。はいはい、今日素材がすげえ多いんですよ。はい、34枚ぐらい出るので。どうしてそんなに多いんですか。34枚。そう、それでもうちょっとね、バタバタしてしまったんですけど、はいはい、今日は34枚素材が出ます。それ大丈夫ですか。面白いですか。大丈夫です。まあ任せてくださいよ。誰に物を言ってるんだ。さあ、それではいきますよ。タイトル、はい、はい、それではタイトルコールこちらです。ドン。はい、意識高い系プロフェッショナルシーズン2最終回。おお、最終回。はい、えー、えー、
ですね。まさか。そして今日はこれです。ドン。ちょっと待って。あ、これです。はい。はい、意識高い系天気。はい。20回記念。シーズン2まるっと振り返るスペシャルということで。はい。シーズン2にあった15問を全部出します。はい、おお。それで。何問正解したかであなたの意識高い系度が分かる、はい、これはあの意識高い系度は高ければ高いほど喜んでいいんですか。もちろんです。もちろんですよ。その褒美を準備しました、はい、こちらです。え、何、はい、成績によって爵位を授ける。いらないです。いらないじゃない、爵位を授けるみんなで。はい、1問から4問正解の方は、はい、愚民。結構厳しいこと言いますね。あのピープルって呼ばせていただきます。はい、はい、そして5問から9問正解の方は、はい、ナイトの称号を授ける。ちょっとかっこいいですね。はい、はい、そして、10問から12問結構ハードル上がってきました。ここから尺になりますね。はい、男爵バロンを授ける。すごいかっこいい。かっこいいですね。バロンですからね。いいね、これからバロンと呼ばれてください。はい。はい、そして13問から14問正解の方は、はい、公爵、はい、デュークです。デュークです、ね。デュークです。デューク。はい。はい、そして15問全問正解された方はもう皇帝になります。はい、これからエンペラーと。いいんですか、勝手に授けちゃってこれ。もちろんです。大丈夫ですか。もちろんです。意識高い系の中の爵位ですから。はい、あのイギリスとかは全くヨーロッパ関係ないですから、この爵位はね。もちろん村田さんは、はい、ええ、僕はもう考えてる人なのでエンペラーです。もちろんエンペラーです、ね、そうなんですね、はい、分かりました。じゃあぜひ15問満点エンペラーを目指していただいて、はい、そう、もうなんかね今コメントで来てゼロはないのかって来てますけど、あ、ゼロはどうなんですか。ゼロは人ではないですから、もう、いやいやいや、そんなことない。もう常に人ではない。そんなことない。ここに入れない。出ていきなさい。やめてください。見てくれる方が減っちゃいますから。本当にねえ、はい、はい、ということでみんなにね爵位を授けるとご褒美も今日は準備しました。はい、はい、じゃあ早速ね問題が多いので15問もあるの で、 そうです、ね、どんどんいきますからね。はい、いきましょう。じゃあまずい気を自分で何問答えられるかカウントしておいてください、ね、私でも爵位は大丈夫です。大丈夫って何かな。大丈夫ってどういうこと。なんかほら男性向けじゃないですか。ああ、そうだね、バロンとかね、うん、プリンセスとかだったら欲しいです。あ、なるほどなるほど、わかりました。準備しましょう。いや大丈夫です。特別に準備しましょう。プリンセス。まあ、一緒に頑張っていきます、はいはい、じゃあそれでは第1問こちらです、はい、丸々オポロス。オポロス、これだってもう明日の北陸じゃないですもんね。あ、そうだ、これもう違いますね。違いますよね。そうだそうだ、これヒントがヒントじゃないですね。もうヒントがもう全然ヒントじゃないですよ。明日はないかもしれない。北海道。北海道明日いい天気ですよ。あ、北海道大丈夫だ。北海道は違う、うん、北海道 OK です。 OK、うん、オポロスではない。ああ、そうか、オポロス、そうですね、よくわかんないけど。ちょっと頑張ってくださいよ。オポチュニティロス、あれ言っちゃった。いいんですか、オポロスは大丈夫です。オポロスはいいんですね。オポロスはそのオポチュニティロストを略したもの。略したものです、うんうんうん、何オポロス、何だろう、何だろう。さあ答えてください。あ、うん、あ、プリンセス。いや、まだ分からないです。まだ正解も分からないですから。プリンセス、あ、でも分かったかも。はい、どうぞ。洗濯。あ、正解。おお、洗濯オポロス。洗濯オポロス、はい、はいはい、見事プリンセスの称号を得ました。え、もうもらえるんですか。もうもらえるんですか。もう1問でもうプリンセス、はい、わーい。さあ次いきます、はい、どうぞ。晴れたりほにゃら、ほにゃららたり。ヒントは一応書いてありますね。これも全然違います。あ、これも全然違う。これも全然違うね。晴れたり、うん、なんだ、天気でよく使いますねこれね。晴れたり何したり。え、でも普通の天気ワードじゃないですもんね、うん、意識高い系の天気ワードですね。晴れたり、うん、
ラジバンダリ違いますもんね。ラジバンダリはしないですね、天気ではね。はい、なんだろう、忘れちゃいました。はい、みんなも分かりますか。え、分かります。コメント、ラジバンダリ意識高いよな。そんなことないですよ。プリンセスだからね。いや、まだですから、まだですから。さあ、はい、正解はこちらです。はい、晴れたりクラウド化したり、なんかやってましたねこれ。はい、曇ったり、ね、晴れたり曇ったりですよね。そうです、そういうことです。クラウド化か、はい、さあ、今まで2問やりましたけど皆さん答えられましたかね。はい、どうですか。はい、それでは3問目です。はい、どうぞ。熱中症なんだろう、なんだろう、はい、ヒントもありますよ。アウトサイドでタスクする人に。わ、意識高いヒントですね、これ。アウトサイドですからね。アウトサイドでタスクする人、うん、熱中症、なんだろう、なんだろう。もうビレッジしか出てないです。文字合ってない。合ってる、合ってる、ビレッジ合ってますよ。さすがプリンセス。いやいやいや、熱中症ビレッジってどんな村なんですかね。なんかすごい対策をしてるんじゃないですか。対策をしてる村か。いい村ですよ、きっと。蒸し暑い村なのかと思った。はい、正解来てますね、コメントでも。正解こちらです。熱中症メソッド、はい、その対策の、ね、方法っていう意味でね、はい、使っていただければと思います。なるほど、はい、さあ次は4問目。はい、はい、4問目いきましょう。どうぞ。夏本番の日差し、ホニャララーグ、グッ何、梅雨ダーンしたい。梅雨ダーンって分かります。梅雨ダーン覚えてます。シーズン1でやりましたよ。梅雨ダーン覚えてますよ、はい、え、日差しがでもグ、うん、最後がグ、これはね、ああ、ストロング、正解。おプリンセス正解。いきましょう、答えは、はい、そう、日差しストロング、はあ、ね、梅雨ダウンした後はもう日差しが強いっていうのを、ね、ね、意識高い風に言ってみました。はい、さあ続いて5問目、はい、5問目こちら。何、丸々リブート、これもヒントが、もうヒントじゃないですもんね。ただ、はい、梅雨ダウンしました、日差しがストロングになりました、はい、その後の天気です。夏の後ですか。うん、夏と思ったら、夏と思ったら秋。何早い、もう秋、もう秋ですよ。何、リブートってまず何でしたっけ。リブートってこうもう一回、そう、再起動、あのパソコンが、ね、固まってリブートってもう一回再起動したりとかっていう意味がありますけども、梅雨、あ、正解。おプリンセス3問正解、5問中3問正解、だいぶ高い、だいぶ高い。正解こちらです。はい、梅雨リブート、はい、梅雨リブート、こんなのもあったんですね。ありましたね。さあ、はい、続いて6問です。はい、6問目こちらです。何これ。朝焼けさ、え、ちょっとヒントがもうわからないです。あの、この問題を考えた時に、はい、たまたま僕サンダーバード見てたんですよ。そしたらサンダーバードの中でよくこれを使ってて、あ、これ面白いなと思って問題にしました。はい、サンダーバードって映画ですか。そう、こう人形劇みたいな映画ですよね。それのなんだあれ、 CG みたいなのがあったんですよ。これはもう全然わからないですね。そうでしょうね、はい、あ、これもうね、正解、さすがですね。はい、はい、正解はこちらです。はい、FAB、 あ、ファビュラス、そう、朝焼け、ファビュラスみたいな意味ですね。あ、なるほど、これ略すんですか。っ FAB って使ってたんですよ、そのサンダーバードの。なんとかなんとかって言ったら、うんうんうん、FAB って答えるっていう、そういうやり取りがあって、あ、最初全然意味が分かんなくて、うんうん、映画見てて、はい、なんだってネットで調べたらそう、ファビュラスの意味だって。なるほど、映画の中で説明してくれないと分かんないよって思った。そうですよね。相当あの映画も意識が高かったですね。高いですね、はい、さあ続いていきましょう。はい、7問目です、はい、こちら応用問題です。
何を書いたらファブ。え、汗しかなくないですか。他あります。正解こちら。はい、汗をかいたらこれしかないですよ絶対、はい、あれファブリーズなんだ。え、よくわかんない。このファブはファブリーズのファブですね。え、ちょっとこれずるくないですか。どう見分ければいいんです。雰囲気ですね。これはその、ね、前後の雰囲気で。なるほどなるほど。その辺でわかりました。じゃあ次行きましょう。はい、8問目、はい、8問目はこちら、はい、あ、これなんか見たな。エンタープライズ、なんか会社名みたいだな。そう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 、なんだっけ、大いなるなんだこれ。大いなる冒険だこれは。もうヒントがよくわかんないですね。わからないですね。僕も今考えてもなんでこれにしたのかよくわかんないです。こんなヒントありましたっけ、うん、これは何でしょう。これはね、ちょうどこの時期は、はい、ゲリラ雷雨とかが多い時期だったんですよ。で、そうするとザーッと降った後に出てくる、はい、虹。おお、さすがです。こちらです、はい、正解、虹エンタープライズ。そう、虹の橋を渡って冒険に出かけようと。は、多分なんか冒険系の漫画家なんかを読んでたんでしょうね。多分そうでしょうね、うん、結構あれですね、村田さんの日常生活が反映されてるんですかね。これ、そうです、大いに反映されてますね。は、はい、続いていきましょうか。はい、9問目、はい、ちなみに9問中5問正解してますからね今ね。いや、でもなんででしょう、あんまり嬉しくないんですよね。はい、じゃあ9問目こちらです、はい、あ、なんだっけな、〇〇 AKA 不安定、なんだ、何々として有名な、うんうん、いや、不安定とし、不安定とし有名な何々みたいな、何でしょう。結構不安定ですね。システム、システムが不安定ですね。これ何でしょう、コメントでは届いてます。あ、タッキーっていっぱい来てますよ。そうです。お、これは正解。お、正解こちら、素晴らしいですね。大気 AKA 不安定、はい、正解出るでしょうか。今システムが不安定な、そうですね、不安定ですね、はい、なかなか出てきません。はい、あ、出ました、出ました、はい、大気 AKA 不安定、はい、いうことですね、はい、はい、これ松井君でしたね。私でしたね。そうだね、はい、私でした。で、松雪 AKA ほにゃららっていうのを募集したりしました。あ、ね、やってましたね、ありました、うん、何でしたっけ、悪魔とか言われてましたっけ。小悪魔ですよ。あ、そうか。まだ悪魔じゃないですか。そうかそうか、まだ小さい方でした、ね、まだ小さい方です。はい、はい、さあ、はい、それでは10問目、はい、10問目いきましょう。10問目いきましょう、はい、空白まるまる、まるまる、カタカナで2文字です。え、なんだろう。え、今の社員の意思、あ、わかった、はい、ロス。お、正解。正解正解、こちらです、どうぞ。空白ロス、これ一時期流行りましたもんね。ねえ、もうみんなそうなっちゃってたからね。なってましたね。僕未だにそうですけどね。あ、未だにですか。うん、抜け出せない。まあでも1ヶ月、もうちょっと2ヶ月経ちますからね。そろそろまだ闇から抜け出せない。いや、もう抜け出してください。さあ、それでは11問目です、はい、11問目こちら、ほう、意識高い、ん、うん、何、なんだこれ。いよいよ出すらしいよ。意識高い、はい、なんだなんだ、なんでしょう。いよいよ出すらしい、誰が出すんですか。まあ、会社としてなのか個人としてなのか、グッズ。正解こちら、意識高いグッズ、何があります、意識高いグッズって。あのタンブラー出しました。あのタンブラーずっとスタジオの足元にありますよ。あ、なんかここで見当たらないと思ってたんですよ。ずっとスタジオの足元にあります。向こうで言ってたのか。あ、ずっとここにか、村田さんの顔が足元にあります。そうです、意識高いグッズをね、はい、出したいなっていうふうに思ってたんですけれど、はい、スタッフに止められ続けて、まだね、実現してないんですけど、はい、実はですね、はい、サポーター見てらっしゃる、ね、方が、はい、普通のタンブラーを買って、うん、意識高いのタイトルを自分で印刷して、はい、中に入れて
届きましたってツイートが来ました。売ってない、あれ売ってないのな、すごい届きましたっていう、すごいですね、はい、ただ販売はしないでいいかと思うんですね。それでは12問目、12問目、はい、こちら、ん、台風ほにゃおし、なんだ、台風の開催地を、開催地これはちょうどねリオオリンピックが開催してたので、なるほど、あの、ね、オリンピック委員会からちょっともじったりもしてますけれどもね、はい、はいはい、もう T とたくさんいただいて、ね、はい、正解こちら、はい、台風 POC、はい、台風オペレーションセンターの略です。お、はい、実際、はい、台風オペレーションセンターってウェザーニュースの中にあるんですよね。お、あ、台風じゃないか。トロピカル、トロピカル、トロピカルストーム、トロピカルストームオペレーションセンターですか。ほー、はい、ぽいのがあります、ね、ぽいのがあるんですね、はい、これはなかったですね、はい、ほー、はい、続いていきましょう、はい、続いていきましょう、はい、13問目、ん、はい、これあ、いいんです、いいんです、今のでいいんです、はい、まずは、はい、この時はメソ、メソというキーワードでした、はい、でギリシャ語で中間を意味する言葉だったんです。それでは問題、はい、こちら、はい、なんだこれこれ3つセットですからね。何ですかこれ、 MSM、GSM ってあー、ありますね、あるじゃないですか、はい、それの、まあ、予測ホニャララっていう、うんうん、あのなんか3つのカタカナのやつが R、うん、メソ、うんうん、メソ、うんうん、と、うんうん、あれ2つ目なんだったっけな、ダメじゃないですかあれ2つ、あ、宇野沢さんわかる、宇野沢さんはわかる、メソポタミア違う、実は、はい、正解はこちら、はい、はい、3つ目はメソポタミアです。やった嬉しい、いいのかなそう、 MSM メソモデル、あ、はい、メソサイクロン、そうだそうだそうだ、メソサイクロンメソサイクロンの話をしようと思ってたんだこの時そしてメソポタミア、はい、メソポタミア、これ3つ並ぶと何か意味があるんですか特にはない、あ、特にないです、ね、特にはないんだけど、この時に、はい、なんか天気的に、はい、そう発生してたんですよねはあはあはあ、メソサイクロンが、はい、あれ大きい大きい低気圧の中に発生するでしたっけ、スーパーセルって大きな積乱雲の中に、そうだそうだ、はい、そうだスーパーセル、スーパー、あ、そう思い出した、スーパーセルの話をしてて、はい、だんだん思い出してきた、はい、はい、次行きましょう、14問目、はい、秋雨ロンホニャララ、なんだろう、長く長く続く、長い長いって言うとロングしか思うかもないですけど、そんなにそんなにそんなに思うっていうことじゃないですよロング、ロングブーツ何ロング、あング、ファッションの意識が高いさすが、はい、これから、ね、ロングブーツね、なりますから、そっちにしてもいいかもしれないこちらです、はい、正解どうぞ、秋雨ロングテール、ーこれマーケティング用語で、はい、そのニーズがこう多様になってるっていうロングテールっていうね、そのそういう意味もあっての、はい、秋雨ロングテール、なるほど、秋雨が長く続いてますねっていうことですね、はい、はい、これから秋雨ロングブーツにします、そうですねそれでは最後になるかな、はい、15問目です、はい、最終問題こちら、はい、なんだこりゃ、秋丸々、これなんですか、これも意味があります、え、はい、ヒントがね、ヒントを見たらもう、秋の空が高いという新季語、はい、勝手に新記号勝手に登録してます、はい、なんだなんだ、秋の空は高い、うん、高い高い、ね、そう、うん、その通り、そのままだ、高い秋高い、秋高い普通の日本語普通の日本語になってる、なんか、あ、はい
っていっぱい来てますよ。そう、正解こちら、はい、秋はいです。この矢印の意味もう一回言ってもらっていいですか。矢印は、はい、ここはテンション上げてねっていう記号です。なるほど、発音記号みたいなやつです。秋はいちょっとこうなるんです、ね、そうですさあということで、はい、15問ね行きましたけれども、はい、最初に出した尺位を出してもらっていいですかさあ皆さん何問正解できたでしょうか。どうだったんでしょうね。ね、正解、何問正解できたって書き込んでいただければ。ぜひぜひ書き込んでください、はい、尺位を授ける15問満点ですかね。そうですね。9問ですって。お、9問はナイトの称号を授ける。おかっこいいですね、うん、ピープルでしたピープル、あ、ゼロだった、残念、出てきなさい、まだひどい、そういうこと言わないでください6問ぐらい。お、6問もナイトの称号を授けよ う、 そうです、ね、ナイトが多いみたいですね。そうですね、うんうん、松井さんは、はい、何問でしたっけね。いやもう全然覚えてないですね。ガチでいくと6問ぐらいだったんですけど、はい、その後にもねちょこちょこカンニングをしながら正解もしてましたからね、うん、秋範囲の正解、秋範囲の正解ですか、まあ、10問いってそうですね。そうですかね、はい、プリンセスの称号は授けろもうそれだって1問目当たった時からもう授かってますからもうプリンセスやそう言わないね。どういう風に今後生かしたらいいですか、プリンセスの称号は。あ、なんか名刺に入れますよ今度、キャスター名刺やだ恥ずかしい。プリンセス松雪って書いて誰にも渡せないですよ名刺肩書きのところに書いておきます。いやいやおかしい、おかしいですからやめましょう、ね、そういうわけで、はい、皆さんお楽しみいただけたでしょうか。いただけたでしょうか。シーズン数ね、結構長くなりましたね、はい、4分ぐらいコーナーやってましたあ、もっとですね、24分ぐらいやってますね。そっちの尺の話これは、はい、今回がシーズン2最終回ということですが、うん、そうですね、来週からどうなるんですか。来週は21回目なので、はい、なんか構成も変わってくるんじゃないかっていう話を聞いておりますので、はいはい、そこに合わせて企画内容もね考えていきたいと思いますけど、はい、なぜあれ僕ら出てないですかね。ちょっと尺位が重要みたいですねやっぱりそうなんだはい、またバージョンアップして意識高い何かで戻ってきたいと思ってますけれども、はい、それは僕はこの時間だけは、はい、プロデューサー的な立場じゃないんですよ。そうなんですね、一企画者なんですよ。だから僕の出した提案が通るかどうかで来週の構成が決まると思いますので、はい、今のところ3つぐらい考えてるんですよ僕も。おお、すでに3つもあるんですね、はい、まあ、その3つを全部入れてもいいんですけど、ちょっと時間が足りないんで1つにしていただいて。あ、来週から時間が伸びる、はい、あ、そうですよ、そうですよ、30分延長になるんです。え？あ、じゃあ3つ入りますやりましょうやりましょう、いやいやいや、3つやりましょういや今3つあるって言ったじゃないですか。まあ、ありますけど、はい、うわ毎週3つ考えるのは大変だなってちょっと、ね、まあ、思ったりもします。1週間のスパンで考えなきゃいけないってことですもんね。そうですね、はい、意識高いだけじゃないですよ、うん、その3つっていうの。あ、そうなんですか、はい、意識高いも1つ、あ、それ入れたら4つになるのか。あ、じゃあ4つやりましょういやー、そうだって120分じゃないとできないな大丈夫ですけど、でもいけるの、行けないよ、いかないよ、はい、ということで、はい、意識高い系シーズン2、はい、お世話になりましたでは来週皆さん楽しみにしていてくださいありがとうございました。はい、村田さんありがとうございました。というわけで皆さん、尺位はもらえたでしょうか。まあ、1問から15問までに応じていろいろな尺位がありましたが、今後どう活かせばいいんでしょうね、うん、ぜひ余裕がある方は名刺の肩書きに追加していただければと思います。今村田さんからお許しが出ましたので活用してください。あ、もらえませんでしたという方もいらっしゃいますね。シーズンいつまで続くんだろうなんて届いてます。来週楽しみにしていてください。さあ、ではここからは宇野澤さんに戻ってきていただきます
おかえりなさい。ただいま。着衣もらいました？11問だった。おお、さすがじゃないですか。11問だと何になります？なんだっけ、バロン？大丈夫大丈夫。あ、かっこいい。なんか言われてみればバロンっぽいですね。というわけで、はい、意識高い系天気やっていきましたが、ここからはこちらのコーナーです、はい、やってみよう身近な原産。やんの？押し気味なの？かなり押し気味なんですが、はい、普段あの私と野沢さんとで、うん、木曜日に原産の番組を担当しています。でそこでのコーナーを、まあ、出張版ということでこの時間にやってみます。やるか。今回何をやるかというと、うん、前回のはい、そちらのコーナーの方でのストッキングを使って鎖骨を固定しようというこれ、ね、ことをしてみました。でなぜかまた今回ここでやるんですね。なんでやるんでしょうかね。なんででしょうね、はい、リクエストがあった。リクエストがあった。そうですか。ということで、はい、今回も私が宇野沢さんを固定したいと思います。固定ですか。わ、はい、かりましたよ。でですね、あ、こちらストッキング用意しました、はい、前回はあのサイズが M から L のものを使っていたので、うん、あの結構宇野沢さんの血が止まるんじゃないかっていうぐらいパンパンだったんですけど、マジやばかったよね。ですよね、うん、今回はですね L から LL でちょっと大きくなりました、うん、ちょっとね、ちょっとだけ、はい、ちょっとだけ宇野沢さんに優しくなりました。そうか、はい、よかった。では作り方も一応あるんですかね、はい、一応あるのかな。作り方の説明があるので、はい、まずは見てみましょう。こちらドン、はい、ストッキングの足部分をハサミで切ります、はい、2番目後ろから腕を通します、はい、3番目ストッキングを肩まで進めます。そして完成です。はい、はい、では今回も前回と同じく宇野沢さんにまずは切ってもらおうと思います、はい、切ります。よいしょ。 どこで切るんだったっけ。ちょうどこの線あたりで、はい、はい、じゃあ切ります。はい、お願いします。ちょっとこれが邪魔ですね。そうね、この辺な。はい、よいしょ。この辺でしたね。この辺でした。この辺で。ぜひあのもしやってみたいなという方がいらっしゃったら、女性ですとストッキング履き古したものいっぱいあると思うので古いものを使ってください。今ね、それだと切れました。それだと見えねえから上に上げるこの野郎っていうのが怖いです。切りましたね。はい、よ、はい、切れました。はい、ここからですよ。これをちょっと溶け外すわ。そうですね。はい、これを腕に通していきます、うん、はい、これがさ、よいしょ、ここがこうです。こうか。そしてこれを上げていきます、はい、もうなんか辛そうじゃないですか。てかさ、固いんだって体。え、ダメですよ、もうそれまで上げなきゃですもん。 そう、こうやって上げなきゃダメ。これ、あ、こう後ろにこうなんないですか。こうか、こうか。こうすればいいのか。あて。あれ、もっとですよね、これ。もっともっともっと。確かに。あら、肩まで上げなきゃダメじゃなかったっけ。あれ、あら、ちょっとうまくいかないですね。これを、お、そのシャツがあれか、そうなんですよ、これが引っかかるんですよ、はい、あ、手首を、あ、手首を上に上げる。こうか。あ、手前のやつをもっと上に引っ張る。手前のやつ、これですか。これか。あ、違う。あ、これを引っ張る。なんかさ、これ何なの。これはあの固定するんですよ。固定するんだよね今、はい。すあ、すごい、うん、あ、ホールド感がすごい。あ、これこの間よりうまくいったんじゃないですか。いったの、前回よりはうまくいきましたね。こんな感じです。どうです、固定されてます。固定されました。なんかコンパクトになりました。コンパクトになったね。野沢さんがコンパクトになりました。肩幅狭くなっちゃった。でもこう、私もこの間やってもらったんですけど、ね、結構ちゃんとなりますよね、うん、結構こう、うん、姿勢が良くなるという話この前したけど、確かにそう、キュッてなる感じがありますよね、うん、はい、はい、なんかすごいとコメントをいただいて。すごいと、こんな感じで毎週木曜日にやってみよう身近な連載で行っています、はい、毎週ストッキング着てないけどね。毎週ストッキングはやんないですよ。やんないけどさ、
ぜひ皆さんもあの作り方なども Google プラス の、はい、あのみんなで減災ってコミュニティがあるんですよ。じゃあそろそろ撮りましょうか。ちょっといい、はい、バロン感が薄らぐって書いてあるんですこれはですね、結構力がいるので、そうですね、男性がいた方がうまくいくかもしれません。はい、できました。はい、みんなで減災などもチェックしていただければと思います。はい、以上やってみよう減災でした。さ、ここでやるのもなんかだよね、なんか不思議な感じですね、不思議な感じだよね、はい、うん、食べるシリーズはいいんだけど、食べるシリーズは結構缶詰食べたりとかワイワイやってますから、ぜひ木曜日20時からチェックしてみてください、はい、お願いします。さあ、それではそろそろ終わりの時間が近づいてきました、うん、ここからは村田さんに戻ってきていただいて、うん、3人でトークをしていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なぜかこのマイクになりましたボーカルマイクって、はい、はい、いや、昨日のナイトで通報がありまして、はい、通報ですか。松井駅がストッキングで野沢さんを縛ってました、うん、縛ってないですよ。っていう話になって固定したんですよ。なんだと思ってその真相を確かめたくて今日やっていただいたんですよ。なるほど、そういうことですね。そうなんです、そうなんです、はい、これはあれですか、その要は怪我とかしちゃった時にサポートする、はい、そういうことです。そういうことです、はい、ストッキングで他に役立つものをもっと教えてくださいっていうのはコメント来ましたけどね。あ、なんでしょうね。止血するのによくあります、ね、あ、伸縮性がありますからね。そうそうそう、頭にこうかぶせて。ああ、そうですね、うん、はい、うん、あとはあとは宴会芸宴会芸その場を盛り上げるみたいな、ムラピーにもストッキング技をっていうのがあ、これやっぱり結構しっかりしてるから。そうなんですよ、ね、はい、意外といいかもしれないですね、うんうん、いろんなこと試してるんです木曜日実験、うん、あ、そうなんだね、はい、新しいコーナーができてるんだ前から一応あるんですけどね、このコーナーは。はい、はい、まあ、なんか実際そういうのをなんか一回見たり一回やったりすると、うんうん、いざっていう時にあって思い出すので、そういうのは繰り返し繰り返しやってるといいかなって僕も思います、はい、うん、なんでこれからも頑張ってください。はい、頑張ります頑張ります、頑張ります。新たな境地を切り開いていただければと思います。なんか大人が真面目にやってるのが多分いいんだろうね。そうかもね、うん、なかなかこう若い人がとか、ね、そういうのやる機会もないし、そうですね、うん、面白いかもしれない。来週から時間が延長します。はい、はい、現在のコーナー、現在のコーナーリクエストがあったってどこから、あ、俺は俺から言ってないよ。リクエストしたんですか。してないと。LINE でもやってみたいと。LINE でも。うん。でも LINE を見てくださってる方の層って多分ちょっと若いのかなと思う。うん、そうですね。ぜひね、こういうストッキングを使って、はい。男性はちょっと手に入れにくいですよね。まあそうですね。うん、奥さんと一緒に買いに行くか。そうですね、まあ、それもちょっと抵抗がある。抵抗あるあなた何するのみたいなねちょっと LL サイズのみたいなあなた履くのみたいな逆に怪しいですね、 ね、おかしな話になりそうですいや、来週から90分ですか。90分、結構伸びますよね。30分間伸びるって言ったら、うん、30分伸びるのは結構ですよね、うん、そうですね。30分あったらあなた、まあいいや、うん、もあ、サンセットのキャスターっていうシフトではなくなる、ほう、おう、っていうことだね。専属、あ、専属になるんですね。へえ、今までは、うん、15時から18時のソライブ24の番組を担当してたキャスターがこっちにも出てたんですけど、はいはい、違くなるんです ね、うん、お、そういうこと。盛り上がらなかったら60分に戻る盛り上がらなかったら60分に戻るって言われたんですけど、絶対なんかさ、その出役のせいにされるじゃない。そのいまいちっすねとかって言われると、
すごいなんかプレッシャーかかるわかります。だからなんかあの意識高い系も、はい、こんなに長く続けるはずじゃなかったなんだかんだ全部やってますよね。全部やってますね。ちょっとお休みがあったのかな。一回寝頃にそうそうそうシーズン1の最後のまとめは寝頃にやってもらったんですけど、うんうんうん、だから僕は19回やってますけどそれ言ったら宇野田さんは休みなしです。本当ですよ、皆勤賞ですよ。20回やりました。盛り上がれば2時間。もうだから出役にしかプレッシャーがかかんない。本当ですね。企画を持ってこい。ちゃんと企画を持ってこいと。はい。すごい軽くやるんだ。はい。あれですか、新しいキャスターさんも出たりします？ナインライブ。あ、出たりします。ちょっとまだ。まだ出ない。まだ早い。まだ早い。そうか、夜ですもんね、これは。そうですね、夜ですか、これからも。来週も同じ時間ですか。一緒ですか、21時はい、22時30分まで、うん、そうですか。じゃあ、あれですね、多分あの最後30分はフリートークみたいな感じ30分フリートークですか。結構辛くないですか、30分フリートーク。いや大丈夫じゃないですか。だって3時間フリートークみたいな番組、まあそうですけど、たまにネゴとかカンタロやってますよ本当ですか、うん、ないと、ほぼほぼ毎晩フリートークみたいな、ね、ちゃんとお天気もやってますよね。あそうですね、あの予報センター出るときだけやってますけど、それ以外は天気やってるの見たことないです、ね、ああそうなんですね、うん、あやかさん、はい、寄り目してって寄り目ですか。突然ですね、私寄り目できないんですよ。あ、そういうことか。寄んなくていいよ何寄ろうとしてるんだでも番組で寄り目とかしたことないですけどね。あ、なんかそういうの振りがあったのかなと思う。いや全然何もない全然何も、はい、突然来たのでびっくりしましたね。でもね、うん、はい、はい、さあということで、はい、いいお時間になりましたね。そうですね、はい、うん、シーズン2も、はい、はい、あれところでカメラどれでしたっけこれかなこれか、あ、これか、こっちです、はい、こっち、あ、そうです、そうそう、はい、こっちか、こっち、シーズン2もお付き合いいただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。シーズン3も楽しみにしてください。はい、ということでおやすみなさい。おやすみなさい。